風の向こうへ地平線は君を呼んでる果てしない大地に生まれた日から生きることはそうさ忘れ物があるんだ。早く来いよ。もうどうせ大したもんじゃないんだろう。こんなごちそう放っておく手はないよ。ココ、もういいよ。一人で何とかするから。お？全く自分勝手なんだから。怒るのは何があったのかを話してからにしてほしいよ。と私は言いたい。これだ。なんだ、どうってことないじゃないか。神社の森の中だ。あ、レオ。一体どうしたんだ？それが。あ、川のそばでこいつを見つけて何とかしなくちゃいけないと思って運んでる途中、こいつがいきなりでっかい音を立てて火を吹いて、それでなぜすぐ僕に知らせなかった？このぐらい俺だけで始末できると思ってこんなことになるとは。ごめんよ。でもわざとじゃないんだ。本当だよ、本当だよ。違う、俺じゃない。
みんな、こいつが悪いんだ。人間が忘れていったこいつ、こいつだよ。いい加減にして。あなたは私の子供を傷つけたのよ。パンジャの森の中で。もうこの森にいる資格はないわ。ちょっと待ってください。トニーは。パンジャの森の中では誰も傷つけてはいけない。それが掟のはずよ。森の掟。トニー、この森から出てって。ああ、レオ、なんとか言ってよ。出てってやる。パンジャの森、さよならレオ、ここ、クロサイじいさん、それに、何、トニーがパンジャの森を出ただと？ええ、それが森に別れなんぞ告げたりして。レオはトニー一人でか？あの臆病者が一人で？そうか、そいつは確かに妙だな。とりあえず仲間に入れてもらえるように頼んでみよっと。なあ？あ、助けて！トニーの言う通り、みんなこいつが悪いんだ。人間の忘れていったこいつ、こいつだ。俺が悪いんだ。あの時ムキになって銃を取り上げようとしなかったら、こんなことにはならなかった。レオ、どうしよう。誰のせいでもないさ、ココ。誰のせいでも。トニーはどこであの猟銃を見つけたんだ？え？もしかしたら近くに人間が。連れてってくれ、ココ。あ！怖かった。この匂いは。根性のないやつだ。さすがブブ様。怪我はないか、トニー？うわあ、助けて。ほら、待ちやがれ。おっと、放っておけ。焦る必要はない。あ、ここで別れてトニーはこの先へ走っていったよ。川のそばって言ってたね。うん、行ってみよう。人間の匂いだ、かすかだけど。ね。僕が様子を見てくる。気をつけて。大丈夫みたい。
やっぱり人間がいたんだ。レオ、あれ。もう森を出たらしい。それじゃあ一安心だね。でもパンジャの森にも人間が少しずつ入り込んできているのは間違いないからな。さあトニーを探しに行こう。助けて誰か。ああもう嫌だ、助けて誰か。おしまいだ。トニー、ありがたいじゃねえか。お前のためにブブ様が戦ってくれたんだ。トニー、どこにいるんだ。トニー、戻ってこい。トニー、こっちへ来たらどうだ。食ったりしねえって。つまらんことを言うな、トット。え、すいません。トニー、お前どうしてパンジャの森を出た。悪いことを聞いたようだな。すまん、トニー。知っての通り俺は追われるようにあの森を出た。だがな、トニー、パンジャの森を出てやっと分かったんだ、あの森の大切さが。かといって今さら戻るわけにはいかねえ。だから俺は作りたいと思っている、第二のパンジャの森をな。第二のパンジャの森？パンジャの森以外にも動物たちが安全に暮らせる森を作りたい。トニー、手伝ってくれる気はないか？ブブ、喜んで手伝わせてもらうよ。そいつはありがたい。今日から俺たちは仲間だ。うん、ブブ、あんたもっと悪いやつかと思ってたよ。こいつ、参ったな。用心深くな。ブブさん。いやあ、トニー、よく眠れたかい？ええ、ぐっすりと。置いていかれたのかと思って心配しちゃった。そんなはずはねえだろう、兄弟。兄弟？そうとも。今日から俺たちは兄弟だ。さあ、喉が渇いたろ。うまいぞ、ここの水は。ありがとう、兄弟。おはよう。あ、おはよう、レオ。コーラ、待ちなさい。
よかった。大した怪我じゃなくって。ええ、一時はどうなるかと心配でしたけど。トニーを許してやってもらえませんか。でも彼は掟を破ったわ。僕だって破ったことはある。でもみんな許してくれた。許してくれてまたこの森へ迎えてくれた。あなたは同じ間違いを繰り返さないわ。トニーだって同じです。トニーがまた仲間を傷つけたりすると思いますか。それはトニーは今頃パンジャの森の外できっと後悔しているに違いないと思います。レオ、レオ大変だ、トニーが。え、今外の森からやってきたカンブレズルに聞いたんだ。トニーが固めのライオンと一緒にいるって。え、ブブだ。早く助けに行かないと食べられちゃうよ。どこだ、ここ泉のある岩場だって。よし、急ごう。慌てるな、トット。よし、兄弟。猛獣からの逃げ方の練習を始めようぜ。緊張するな。なに、それほど難しいことじゃねえ。俺たちのような動物は前の方向には強い。だが横の方向は苦手なんだ。だから近くまで来たと思ったら瞬時に横へ逃げる。わかったな。はい。よし、トット、来い。えい、行くい、それ。落ち着け、兄弟。今だ。やるじゃねえか、兄弟。え、あ、お、お前は天才だぜ、兄弟。そうかな。よし、今度は俺が行くぞ。お願いします。トニー、無事でいてくれ。行くぞ。はい。よくやった、トニー。レオ、何をするんだ。レオ、やめてくれ。え、どけ。やめてくれ、レオ。ブブは敵じゃない、兄弟なんだ。え、兄弟？何言ってんだよ。お前頭がどうかしちゃったんじゃないのか。どうもしてない、俺は正常だよ。ブブ、怪我はないかい。ああ。どういうことかよくわからないけど、トニー、一緒にパンジャの森へ帰ろう。え、それじゃあみんな許してくれたのか。いや、そういうわけじゃないけど、でもみんなもあれはトニーがわざとやったんじゃないってことぐらいわかってるよ。だから謝ればきっと許してくれるよ。俺は帰らない。え、俺はブブたちと一緒に第二のパンジャの森を作るんだ。第二のパンジャの森。トニー、本気なのか、ブブ。ああ、本気も本気、真剣だなあ、兄弟。うん、信用していいんだな。うどいぞ、レオ。もう用は済んだろ。とっとと帰りやがれ。わかった、帰るよ。帰るってレオ、そんな。仕方ないだろう、トニーが入ってるんだから。トニーを任せたぞ、ブブ。レオ、あ、何をするんだ。あった、俺様に逆らわねえ方がいいぜ。トニーを助けたければな。いや、ブブ、トニーとは兄弟じゃなかったのか。第二のパンジャの森を作る兄弟じゃ。俺はパンジャの森を、いや、ブブ様の森を取り返したいだけだ。別の森を作ろうなんて面倒くせえこと誰がするかよ。あの森を取り返すにはレオ、どうしたって貴様だけは倒さなきゃならねえ。トニーを手なずけとけばいつかはそのチャンスが来ると思ってな。案の定貴様はのこのこやってきた。俺様にやられるためにな。汚いぞ、ブブ。なんとでもいい。だがトニーを助けたかったら俺様には逆らわないことだ。レオ、
に構わず戦ってくれ。心配しなくても、その道貴様は俺たちの胃袋の中さ。あ、大変だ、誰か助けて。このままやられることしかできないのか。そうそう、それでいい。これで貴様も最後だ。レオ、俺はもう大丈夫だ。また来たら横へ。トニー、イデイタック、クソ。チ、覚えてろ、レオ。トニーを許してくれるんですね。もちろんよ。トニーはこの子の命の恩人ですもの。ありがとう、みんな。ありがとう。泣くなよ、かっこ悪いぜ。おい、よせよだ。さあ、帰ろう。パンジャの森へ。うん。突然パンジャの森に姿を現した黒いヘリコプター。あれは前にリョーナおばさんを狙ったやつだ。次回ジャングル大帝第25章、犠牲前編。ライア、一緒におばさんを助け出すんだ。